イオンモール河北は、石川県河北市内美角にある、イオンモール株式会社の運営するモール型、ショッピングセンター。2008年10月31日に、イオン河北ショッピングセンターとして開業。店舗面積は62000平方メートルで、北陸地方では最大級の規模である。複合映画館は、開店から約1年後にオープンした。当モールの周辺には、河北郡津幡町に、プラントサン津幡店や、アルプラザ、津幡などの大型ショッピングセンターが立地している。2011年11月21日に、現行のイオンモール河北に名称を変更した。当モールは、日々の暮らしを豊かにする品々を豊富に取り揃えた、イオンスタイル河北を、各店舗に、ファッション、飲食、サービスなど130の専門店で構成されている。イオンスタイル河北の1階は、食品と住居余暇、H&BC、サイクル、ガーデニングを配置し、2階は、紳士のファッションを中心とした、衣料品、子供関連の商品をまとめて提案する、キッズワールドを展開している。また、石川県の4店舗では、初となる、イオンラウンジが設置されている。1階、トレンドファッション&ライフスタイル、レストランゾーンのフロア、石川県初出店の好感度セレクトショップ、グレンパークや人気のファッションショップ、インテリア&雑貨ショップ、CD/DVD も取り扱う大型書籍店、ブックス中田やイオングループの大型ペットショップ、ペテモなどバラエティ豊かな専門店がある。レストランゾーンでは地元で人気のイタリアンビュッフェ、ぶどうの木や回転寿司のもりもり寿司をはじめ和洋中からカフェまで12のバラエティ豊かな食を楽しめる。2階、カジュアルファッションとアウトドア&カルチャーのフロア地元で人気のレディースショップ、ホルムやイオングループのファミリーカジュアル専門店、Ikka、石川県初出店となるカジュアル専門店、グローバルワークやお子様のヘアカット専門店、カットコムズ、子供英会話教室、聖波英語学院など多彩な専門店が集結している。フードコートでは座席が740席あり、ラーメンやうどん、スイーツなど13店舗の多彩な味を気軽に楽しむことができる。シネマサンシャイン河北では、北陸初の270度3面ワイドスクリーン、スコーリンクスが導入されている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間のお知らせを参照。イオンモール河北シャトルバス料金は無料となっている。河北市福祉巡回バス料金は無料となっている。詳しくは河北市福祉巡回バス運行路線図を参照。ランランバス、石川県を走る無料地域巡回バスである。詳しくはルート、時刻表、ランランバスを参照。ありがとうございます。